はい、皆さんこんにちは、あぎょうです。今回はセントライト記念の最終予想となります。先週は京成杯オータムハンデル本命にしたアスコリピチェーノが1着、セントールステークスは S 評価の投信マカオは構想したものの、本命のダノンスコーピオンがダメという感じでした。2024年夏競馬終了時点で重賞で本命にした馬が単勝回収率 166%、 秋競馬もこの調子で頑張っていきたいと思います。それでは本題の方に入っていきましょう。セントライト記念の好調競馬は画面の2頭です。詳細の調教解説や前頭の評価は別の動画で行っています。リンクは概要欄に貼っておきますので、ぜひご覧ください。というわけで、ここでセントライト記念の本命を発表します。2024年セントライト記念の本命はヤマニンアドホックです。ここからはヤマニンアドホックの詳細な推奨理由を説明していきます。前走ラジオ日経賞組は2000メートル以上で実績がある馬が狙い目となります。まず前走レース別のデータを見ると、前走ダービーもしくはラジオ日経賞が高い構想率となっており、副賞回収率 100% を超えていました。逆にそれ以外のレースになると回収率は悲惨なもので、基本的には前走ダービー組かラジオ日経賞組からとなるでしょう。前走ダービー組については4コーナーで半分より前だった馬が狙い目というのは特徴解説の動画で話しました。では前走ラジオ日経賞組で狙い目になるのはどんな馬かという話ですが、答えから言ってしまうと 2000m 以上で実績があった馬です。こちらは過去10年の勝ち馬とこのレースまでの勝利で最も長い距離をまとめたものですが、勝ち馬のほとんどが 2000m 以上で勝ったことがある馬だというのがわかります。逆に 2000m 以上で勝ったことがない、もしくは使ってこなかったようなマイラー気質の馬は苦戦を強いられているのです。ラジオ日経賞は 1800m ということもあって、マイラー気質の馬でも問題なく上位争いできますが、2200m となるここでは距離的に厳しくなってくるというわけです。実際に前走ラジオ日経賞から馬券になったことを確認してみると、レイベンスティール以外は全て 2000m 以上で勝ったことがある、もしくは 2000m 以上の重賞で馬券になったことがある馬でした。前走ダービー組なら先行力のある馬、前走ラジオ日経賞組なら 2000m 以上で実績があった馬が狙い目となるでしょう。そこで狙ったのが前走ラジオ日経賞かつ 2000m 以上でも実績があるヤマニンアドホックですが、この馬を選んだ最大の理由はやはり追い切りの内容です。今回の一周前追い切りで南ヨットゴハロンの自己ベストを更新、この時はコバをプンバを全く相手にしないといった感じで並ぶ間もなく抜き去る動きを見せていました。デビュー当時は青瀬山にあっさり遅れていたことを考えると、ここに来てだいぶ成長しているなという印象を受けます。今回はこれまでの中で一番走れそうな仕上がり、状態面に関しては万全と言っていいでしょう。この馬の姉ヤマニンテンファレという馬も初勝利こそ3歳5月と遅かったのですが、その後は3歳9月に1勝クラス、3歳12月に2勝クラスを連勝するなど、この時期に一気に良くなった馬でした。今回の追い切り内容、血統的な背景を考えるとヤマニンアドホックも今がピークである可能性は高いです。好メンバーが揃った一戦ですが、今の充実ぶりが目立つこの馬を本命にしたいと思います。最後まで見てくれた方へ限定でお知らせです。最高以下の印や買い目をブログにて公開中です。先週の京成杯オータムハンデは見事的中で回収率 132%、 CBC 賞は本命3番手の決着で単勝馬連の的中、回収率は 570% でした。リンクはコメント欄概要欄に貼っておきますので、ぜひご覧ください。というわけで今回はこの辺で終わらせてもらいます。この動画が良かったら高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。